中日ドラゴンズ、日本人4番打者のホームランが6年出ていなかった。中日歴代4番打者。想像を超えてくる球団。そんなわけあるわけないやん、6年って、4番バッター置かないで試合してただけやろ。そうすると8人でやってたんちゃう？うっかり。ホームラン王が出てないのかと思ったらホームランだった。ホームランが出てないだけで、日本人4番はいるんだな。通過福田って18本も打ったことあるんやな。18本は2回ある、ちなみに通算83本。そしてなぜか知られてないけど、春が打撃コーチとして貢献した選手の一人。シエラがマジでわからん、おったかそんなやつ。3年前にちょっとだけいた、94打席6併殺だとかいう言うの申し子や。佐伯4番気になったけど普通にがっつり消化試合やったわ、内部で対談決まってたから4番にしたんか？不動の外人バッターが4番を長く打っているチームならもっと長いのありそうやけど、ベタジーニ、ラミレスとか。逆に西武あたりは外国人4番打者のホームランがかなり遡りそうやな。常にビシエドがおるからしゃあない。そんだけの期間あたり助っ人が4番に居続けてるということやん、むしろ羨ましい。